11日、長崎県片上湾ボート場でボート競技会が始まりました。水面を滑るように走るボート、ボート競技は一定距離をいかに速く漕ぐことができるかを競うとてもシンプルな競技です。一人乗りのシングルスカルをはじめ、ダブルスカルの二人乗り、4人の漕ぎ手が2本ずつのオールを使うクオドルプル、4人の漕ぎ手が1本ずつのオールを漕ぐフォアなどがあります。長崎県選手は12種目に35人の選手登録がありました。チーム長崎は青年男子脱出機フォアで予選2位。青年女子脱出機クオドルプルが予選1位。少年女子ダブルスカル中村田崎が予選2位。少年女子脱出機クオドルプルで予選2位と準決勝に進むレースはあるものの、多くの種別が翌日の敗者復活戦へ回りました。競技会2日目となる10月19日、波穏やかな大村湾の中に各県の声が響きます。決勝進出へ向け選手たちを送り出すチーム関係者たち。1位が4レーン福岡県、2位が2レーン茨城県、3位が3レーン長崎県、4位が1レーン鳥取県。予選4位であった青年男子シングルスカルの一夜フェルナンド博は前日のタイムを上回るものの3位で予選敗退。予選5位の青年女子シングルスカルの村井は4位で予選敗退となりました。青年女子ダブルスカル北村貴貴貴は見事に漕ぎ切り2位で準決勝進出。今大会で引退を決めた少年男子の富永は前日のタイムを9秒余り縮め2位で準決勝進出を決めました。少年男子ダブルスカルの内田隆平は2位で準決勝進出。少年男子脱出機クオドルプルは前日のタイムを7秒近く縮め2位で準決勝進出。少年女子シングルスカル吉田は前日よりタイムを上げるものの3位で予選敗退となりました。厳しいレースが続く大会3日目となる準決勝。青年男子脱出機フォアは惜しくも2位。順位決定戦に進み5位入賞となりました。青年女子ダブルスカルの木村貴貴貴は力を振り絞るものの準決勝5位。青年女子脱出機クオドルプルは2位で準決勝を終え、順位決定戦へ、7位入賞を果たしました。少年男子ダブルスカルの内田隆平は、内田選手が足を負傷する中、奮闘するものの4位。準決勝敗退となりました。
最後まで力を出し切ると語った少年男子シングルスカル富永の準決勝。結果4位となり、準決勝敗退となりました。やっぱり前半からもう死ぬつもりで飛ばしていったんですが、なかなかに他のクルーに先行できなくて、最後まで出し切ったつもりですが、ステータス的にちょっと負けるところがありましたかね。疲労がピークとなる各選手。少年女子ダブルスカルの中村田崎、満身創痍の田崎も最後までこぎ切り6位入賞を決めました。最終日となる10月21日、チーム長崎は唯一青年男子ダブルスカルが決勝に進出しました。地元長崎の応援団の声が響く中、力を出し切った小野沢小野は4位入賞を果たしました。地元っていうことでやっぱ決勝に行くことはさ、まあ、高校時代から目標にしていて、でまあ初めての決勝進出ということで、まあ、期待も大きかったんで、その分やっぱ期待に応えたいという気持ちが大きかったんで、まあ、でも4位っていうことは、まあ、自分たち2人にとってはしっかり、まあ、ここまで勝ち残ってこれたんで、そこはしっかり評価していいと思います。はい、僕も小野沢さんと同じ、まあ、地元国体初めてなんですけど、ここまで4位という成績残したことは自信を持って次も頑張っていきたいと思います。